藤井正樹は、日本のフルコンタクト系の空手選手、キックボクサー。ダニーは、極真剣空手三段。東京都品川区出身。身長182センチメートル、体重93キログラム。極真剣部会所属。第8回オープントーナメント、全日本空手道選手権重量級で優勝。2013年、クエ極真ワールドユニオン主催、全極真世界大会。 9 5ラム超級にて、準優勝。2012年、全日本空手道選手権、大会8 9ラム超級で優勝。2009年、全局新世界ウェイト制空手道選手権、大会重量級、日本代表。2011年から2年半減のニュージーランドへ、留学し、その後帰国し、現在は空手に専念している。2016年11月、 極神館全日本空手道選手権大会4連覇を果たした。牢山初尾館長率いる財団法人極神小学会極神空手道連盟極神館の城南大井町支部大井町道場に所属していたが、2016年11月に極神館全日本大会を4連覇した後、同年12月に自主大会し、翌年2月極神県部会に合流。 小学校2年生の時に、当時の極神会館場南川崎支部、大井町道場に、兄の藤井治夢優と共に入門。中高生時代は、ラグビーで有名な関東学院で、ラグビー部に所属しながら、極神空手の修行を両立させていた。6年間、ラグビーと空手を両立させ、共に実績を残している。空手では、全日本青少年大会において、 高校1.2年生の時に2年連続で準優勝、そして3年生の時に優勝を遂げた。幼少期より体が大きかったために中学生の時から高校生の試合へ出場して優勝したり、高校生の時には一般部の関東大会へ出場し優勝したりと実績を積み重ねていた。また、ラグビーでは高校3年生の時にナンバー8として、 ラグビー神奈川代表国体選抜選手となる。2009年、関東学院高校を卒業後ニュージーランドへ留学。留学後の2010年5月15日に、アマチュアながら、ニュージーランドのオークランドで開催されたプロの格闘イベント、エクスプロジアンに、石井里志らと共に参戦し、スーパーヘビー級の K1 ルールの試合で、初出場、初勝利を収めた。また、 同年11月21日開催された極新館第8回全日本選手権大会の重量級で優勝を収め、兄のおさむゆうと共に兄弟で全日本重量級の優勝を果たした。2012全日本から手動選手権大会では、兄、おさむゆが 89kg 一家級で優勝し、兄弟で2階級を制覇、続く各階級を制した。 王者同士が戦う総派戦において、兄、おさむゆとの兄弟対決が実現。前線するも延長戦の末、僅差で兄、おさむゆに敗退。その後、兄、おさむゆが第一戦を退りいた後は、弟の正樹が全日本選手権の連覇を続けており、極真観を代表する最強の藤井兄弟として、名を馳せている。そして、2013年10月には、 ブルガリアで開催された、クエ極神ワールドユニオン主催の全極神世界大会へ、日本代表として出場し、プラス9 5ラム長級で準優勝を果たし、翌月11月には、極神館全日本選手権大会総破戦へ出場し、重量級で優勝し、総破戦に駒を進め優勝。初の日本一の栄冠に輝き、その後、 極真館全日本4連覇を達成した翌年2017年2月に極真県部会へ移籍した。移籍後、最盛期 110kg 以上あった体重を 90kg まで減量し、2018年に開催された新極真会主催の第50回全日本から手動選手権大会に挑んだが、移籍などによる稽古不足と減量などの影響か、最盛期のパワーが劣り、 二回戦で敗退。ラグビーで鍛え上げられたパワーを生かした戦い方で、重厚な体から繰り出される技の重さと圧力は、兄、藤井おさをしのぐほど、特に左右の下段回し蹴りの威力が強く、対戦相手を一発で効かす力を持っている。ありがとうございます。